儀式をしていた者たちがいなくなってる。一体いつの間に。何バカなの。待ってね。ここからルーラー使えるかな。でも空が見えとるってことは使えるか。違う。ルーラー。よっち村へ。ゴーゴー。このタイミングで。まあ、とりあえず二つほど行けるっぽいけんね。勇者様、よっち村に行きたいっちか。じゃあわしの力で、早速レッツゴーだっち。ただその前に、今の状態を冒険書に記録してもらってもいいっちか。オッケー。うん、しっかり記録できたっち。それではよっち村にレッツゴーだっち。さっきさ、行けるようになったのが、バラモス城やっけ。もう一個、前に行けるようになったのはどこやったんかな。全然覚えてねえや。とりあえずこれか。石碑には悪霊の祭壇と書かれている。あ、これかサマルトリアか。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか。上下ないな。サマルトリアの城。行きます。来たよ、来たよ。おろ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 。王子様がこれほど長い間行方がわからなくなるのは初めてですよ。ああ、心配で仕方ありません。お一人で危ない目に遭っていなければいいのですが。サマルトリアの城にようこそ。実は先日から困ったことがありまして、どうか王様の話を聞いてください。なんでしょう。おう、そなたは旅の者か。そなたのように各地を渡り歩く者に、ぜひ頼みたいことがある。先日、我が息子、サマルトリアの王子が、大神官ハーゴンを討つため、ローレシアの王子を探しに旅立ったのだが、なんと我が息子の姿がまるで煙のように突然消えてしまったというのだ。その後息子を見た者はおらぬ。頼む、旅の者よ。どうか我が息子、サマルトリアの王子を見つけ、この城まで連れ戻してもらえないだろうか。はい。おお、ありがたい。我が息子はローレシアの王子、ムーンブルクの王子と共に旅をするという使命を負っているのだ。城の者の話によると、我が息子はユバールの里に王子がいる気がする。と上事のようにつぶやいていたそうだ。ユバール、この頃からユバールとかあったんやっけ。ユバールの里に王子がいる気がする。ユバールによる王子はキーファじゃないね。それはま違うやつか。セブン。そして我が息子はそのものの前から煙のように消えてしまったという。息子の身に何が起こったのか。わしには何のことかわからんが、今の話を手がかりに息子の行方を探してくれ。どうか頼んだぞ。ユバールの里。王様は王子がローレシアの王子やムーンブルクの王子をユバールの里で探していると考えているようだ。煙のように消えてしまった。旅の扉のことじゃないよね。でも旅の扉やとしたら一旦ユバールの民のとこ行ってみるっていうのもあるけど。ここは王子様の妹君のお部屋。むやみに入ってはなりません。すみません。この先はサマルトリア王家に伝わるロトの遺産を祀ってある場所だ。乱れに人を入れるわけにはいかん。この子もロトの血を引いてるんすけどね。ああ、王子様は今頃どこに。せめてご無事でいらっしゃるように祈るとしましょう。扉には鍵がかかっている。こっちは？くっそー、どこもかしこも鍵かけやがって。それぐらい厳重にしとかんと問題やけどね、お城やし。こういう風に消えたってことではないんかな。伝説への祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか。バラモス城で。行きます。なんか王様おるけど。ここは魔王バラモスの城として知られる場所。アリアハンの勇者がバラモスを倒し、魔物たちはいなくなったはずなのに。あ、もう倒した後？まがまがしいけど。恐ろしいことが起きているのです。もし力を貸してくれるなら、隣にいる王から詳しい話を聞いてください。聞かせてください。困った困った。王、そなた、なかなかに腕が立ちそうじゃ。どうかわしの話を聞いてくれ。ここは魔王バラモスが拠点としていた城だが、もともとは人間たちが暮らしていたネクロゴンド王国の城なのじゃ。アリアハンの勇者のおかげで、平和になったから、バラモスに城と命を奪われた者たちを弔うため、わしらはここへ集まったのじゃ。集まったって二人？しかし、ここへ来てみて驚いた。なんと屍たちが動き回り、バラモスを蘇らせようとしているのだ。
アリア藩の勇者が倒してくれたバラモスを、むざむざ復活させるわけにはいかん。復活を止めるため、力を貸してくれんか。いや、まあまあまあいいけど。やってくれるか。感謝するぞ。城の中では他の国の王や兵士たちが力を尽くしてくれているはずじゃ。マジで？王様まで？じゃあお前も行けよ。彼らから話を聞き、魔王バラモスを復活させようとしている親玉を探し出して倒してくれ。頼んだぞ。クエスト、魔王復活の儀式を引き受けました。じゃあこれは普通に、お、入れる。これは敵ってこと？かな？ま、敵やろうな。よし、無視してこう。で、人が、あ、あれか。おったけど。うえい。は？待って、シンボルエンカウントじゃないん。その辺歩きよるけん確実にそうなんやと思ったのに、全然違ったわ。うろつきよったら出てくるんやね。ちょっと反対側の階段の方行ってみよう。ここ何もないっぽいけん。ん？今外出れた？気のせいか。あ、行けるわ。え？ここ？わざわざあっち入った意味。お、なんかここに、ここに階段あるけど、離れとるけん違うかな。ふい。こういうのって何歩動いたら出てくるみたいな、だいたい決まっとったりするんかな。お、なんか入れたよ。え、これさっ、ん？これさっきんとこやん。ちょっとやめてや。何回繰り返すん。じゃ、こっちの横かな。邪魔だな。あれ？やっぱこれ。け、こんな国で真面目に生きてもいいことなんてなかったぜ。これからはバラモス様のもとでやりたい放題して生きてやる。まずはお前を血祭りにしてやるぜ。結局戦闘か。話せるやんって思ったのに。戦闘は戦闘やったわ。よし。襲ってごめん。体が言うことを聞いてくれなかったんだ。言葉も全部嘘だよ。この国の民として生まれたこと、みんな誇りに思ってる。何それ、なんか悲しいんですが。そんな言葉残して。え？なんか王様おる？汚れたほ、え、これもしかして振り向いたら、骸骨なんやないん？あ、違った。わ、驚かすでない。魔物かと思ったではないか。ロマリア王。こんな恐ろしい目に遭うなら、あの時アリア藩の勇者に王位を譲っておけばよかったわい。返事がない、ただの屍のようだ。でしょうね。俺の経験だとこういう場所にはすげえお宝が眠ってるんだよな。盗賊の血が騒いでくるぜ。B ダッシュできるかと思ったけどできんかったわ。仲間が話し出した。あっちの王様たちのとこちゃんとたどり着けるんかな？なぜ私がこうして蘇ったのかはわからん。だが頭に響く声が教えてくれる。魔王バラモスを復活させろとな。お、こいつ戦闘にならんぞ。なるやつとならんやつがおるんか。わかりづらいな。誰かが頭に直接話しかけてくる。蘇れ、ネクロゴンド王国の者たちよ。魔王バラモスを復活させれば、今度こそ幸せに永遠に暮らせると。あいつがたまたま襲いかかってきただけか。どう？どっか入れそう？あ、こっちに回れるね。バラモス様を復活させる儀式がもうすぐ始まるだろう。誰にも止めることなどできないのだ。あ、ここ行ったらいけそうじゃない？ん？あ、どこかと思った一瞬。昔のやつと全く同じ作りなんやろ？多分。やったら昔の覚えてる人はスイスイ行けるんやろうね。私プレイしてるけど全然覚えてないもん。私たちネクロゴンド王国の民は、世界の平和のためにギアガの大穴から災いが生まれないよう見守っていたのだ。だがそんなことをしても無意味だった。もう誰にも滅ぼされぬ力を得てやる。魔王バラモス様からな。おっと、戦闘に突入しそうな感じのセリフやったのに全然やった。あそこには一体どうやってたどり着くん？こっちの階段？ねえ、出てくるの早くない？敵。お、なんか、え、やられよる？一緒に来た若い兵士が屍に連れ去られてしまったのじゃ。このままではわしも、サマンオサオ。なんだ？仲間たちが生贄を確保したから、老いぼれと遊んでいたのに。邪魔するならお前で遊んでやろう。おう、戦闘。あそこにあった階段から行けるんかな？
あの王様たち、もう一人の王様たちがおったところ。無理やり操られて心がバラバラになりそうだった。私を止めてくれてありがとう。このバリア越えていかんといかん感じか。あれ？え、そこの階段どうやって行くんあれ。ガハハ、一度死んだ俺には怖いものなどない。お前にもこの世の恐怖を味わわせてやるわ。な、私あの王様たちのところにたどり着きたいんやって。あの兵士二人と王様のところ。全然行かせてくれんやん。ありがとう。これで俺は操る声から自由になれる。あ、まあ、救ってあげる感じかな。わしを助けてくれたこと、感謝する。だが、屍に連れ去られた若い兵士はどうなったじゃろうか。まあ、それはちょっとわからんけど。ここはどこやろ。まあ、来たことないところよね。何これ、動かすやつじゃないんか。俺たちの祈りと生贄が、パラモス様の魂をここへ呼び戻すのだ。さあ、お前も祈るがいい。どう見ても私ら仲間に見えんやろ。なんか、あ、たどり着ける！やったー！なんかずーっとたどり着けそれたどり着けんかったんよね。屍たちが涙を流しているのを見てしまいました。きっと心にもないことは言わされ、操られている状況を悲しんでいるのでしょう。ええー、悲しい。どこから涙出ようんやろ、骨やのに。彷徨っている屍たちは、魔物として生き返らされた、ネクロゴンド王国の者たちだった。バラモスに殺された人々を蘇らせて、バラモス復活のために働かせるとは、なんとむごいことを。どうやらこの城には死者を蘇らせて、操る魔物がいるようじゃな。アリアハン王や。そやつさえ倒せば、操られている者たちは解放され、バラモスの復活も止められるはずじゃ。これ今回この中だけで解決できるやつかな。なんかどんどん進んでいけるよね。あ、ここから入れたんや。なるほどね。ぐいぐい進んでいけるけんさ、なんか解決できそうやね、ここ。解決しよう。バラモス復活なんてさせてたまるか。お、そろそろ出てくるんやない？最後の一本道とかじゃないこれ。あー、ほら、たどり着けたよ。ねえねえ、屍にさらわれた若いやつはどうなったん？絶対そいつもどっかにおるよね。全然見つけれてないや、ごめんね。う、頭に響いてくる声にわしは負けぬ。ネクロゴンドウ、うわ、王様。意に反した言葉を口にさせられ、無理やり操られる民たちの心の叫びの方が大きいからじゃ。誰か、キングプリーストを倒してくれ。バラモスに滅ぼされたわしらを、静かに眠らせてくれ。キングプリースト、どこにいるのそれ。絶対、君がボスだと思ったんだけど。え、なんか出てきたんだけど。え、どここれ？また別の場所？若い兵士を抱えた屍たちが、池の中央にある階段を降りていきました。あ、よかった。ちゃんと助けられそう。私も後を追ったのですが、何やら異様な雰囲気で、恐ろしさのあまり戻ってきたのです。わしは心の広い王様じゃ。田舎者とてそなたを馬鹿にせぬぞ。もう、その言い回しが馬鹿にしてんな。え、ジンベア王。近くに親玉がいるのは分かっておるが、足がすくんでいけそうにないのじゃ。へっ、私が行ってきてやんよ。あ、これか。若い兵士、助けるぞ今。儀式を邪魔する者にはしあるのみ。デッドエンペラー。でも多分この周りのやつ倒さんといかんねやろ。ストーリー的にさ。お、一発やん。イエーイ。まだ間に合う。儀式が終わる前に、あいつを、キングプリーストを倒して。バラモス様の復活が遅れているのはお前のせいだな。もうなんかさ、4体同時に向かってきてくれんかな。ねえ、どうせ一発でやられるんやけんさ、私に。イカズチの玉。やっと自分の心を言葉にできる。お願いだ。バラモスの復活を止めてくれ。みんなちゃんと召されていった。目障りなやつめ、こうしてやる。一体一体相手するのめんどくさいんよね。弱っちいのに。すごくいい気分だ。これで自由になれるんだな。バラモス様への祈りを邪魔する者は許さない。なんか見た目に全然違いがないんよね。あの奥におったやつも。キングプリーストやっけ。こいつらと同じ見た目なんやけど。
あ、ありがとう。あんたが俺の心を救ってくれた。さあ、大丈夫か？え、なにびっくりした。ただの屍のようだかと思った。返事がない。気を失っているようだ。まあ大丈夫でしょう。さあ、戦うぞ。私にいいように操られている、ネクロゴンド王国の者たちの怒りや悲しみが、間もなく絶望に変わるだろう。その時、魔王バラモス様は復活を遂げる。そこの兵士の体と人々の絶望を喰らい尽くしてな。生贄これ。は、儀式をしていた者たちがいなくなってる。一体いつの間に。何バカなの今目の前でやってたじゃないか私。おのれ、お前の仕業だな。バラモス様の復活を邪魔しに来たのだろう。はい。やはりな、儀式の邪魔をした上、私を一人ぼっちにさせた罪は重い。そこなんか可愛いけど。お前もついでに生贄にしてやろう。お友達やったんやね、みんな。これもあれなんかな？復活させられて操られおるやつなんかな？お、結構粘りますな。頑張れ頑張れみんな。う。あー、待って、マルティナが結構ピンチなのでは。ベホイムが暴走した。それはいい暴走だね。さあ、やっつけろ、やっつけろ。結構ダメージでかいな。ダメージでかいっていうか、なんだ、体力が少ないのか。なになになに？回心率が上がった？え、びっくりした。何事？サイクロン斬り。急激に連携出てきたけん、びっくりした。あ、で、マルティナの方も使えるんか、これ。君結構粘るね。この旅の扉の先のイベントにしては。連携しよう。マルティナ、火炎払い。でもあれやね、なんか、なんていうん、普段の絵面じゃないけんさ、連携技めちゃくちゃしょぼくしか感じんねやけど、普段と変わらんね。見え方が。普段の技と一緒なんやけど。さあ、これで。お前何者だ？なぜ私を倒せる力を持っている？おお、なんだ、私が倒したけんって、その隙を見計らって王様がやってきたんやけど。こんなところで私の野望が打ち砕かれるとは。おお、バラモス様。私を喰らって復活を。私を喰らってって食う部分なくない？骨やん。キングプリーストを倒してバラモス復活の儀式を食い止めた。城の入り口にいるポルトガ王に報告しよう。めんどくさい。ちょっと王様からやってきてくれんかな。あれ？僕を生贄にしようとした屍たちがいなくなってる。この状況はもしかして。あー、どうしよう。気絶から覚めたら全部終わっていたなんて、兵士にあるまじき大失態ですよ。いや、もうさらわれた時点で大失態やけん大丈夫よ。魔物に連れ去られた兵士は無事だったようです。本当に良かった。ありがとうございました。恐ろしい気配が消えたので来てみれば、魔物の親玉がいなくなっているではないか。あなたが来た時にはまだいたと思うよ。戦ってたから私。まさかその他が親玉を倒したのか？これだから田舎者は侮れんわい。一言余計ないよな。ねえ、これさ、リレミトとか使えんけ？お、使えた！やったねポルトガ王がお待ちですよ。さあ、ご報告を。お、よくぞ無事で戻った。この城を包んでいた邪悪な気配が消え、動き回っていた宿場もいなくなった。そなたがバラモスを復活させようとする親玉を倒してくれたおかげじゃな。こたびの働き、見事であった。さあ、褒美を受け取るがいい。全部のやつがさ、こういう感じで、それ、そこそこで解決できたらいいのにね。なんか中途半端に止まっとるやつばっかりやん、今。アユナは竜の秘石を手に入れた。ついでじゃ、何に使うものかはわからんが、城の壁に刻まれていた、この不思議な合言葉も教えてやろう。お？四地族からだけじゃないんや、合言葉を教えてもらえるの。初めて知った。アユナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。伝説への祭壇のその後のバラモス城が解放されたようだ。もうバラモスが復活することはない。滅ぼされたネクロゴンド王国の者たちも、ゆっくり眠れるはずじゃぞ。わしらはこの城の者たちを、きちんと弔ってから帰るつもりじゃ。そなたのことは忘れん。またいつか会おう。で、今の合言葉で、その後のバラモス城が解放されたってこと？クエスト、魔王復活の儀式をクリアしました。
じゃあそこでまた会うわけですね。この人たちにとっては数年後とかなんかもしれんけど、私的にはすぐ後に会うわけやね。このネクロゴンド王国の城は、すべての災いがいずれという言い伝えのあるギアガの大穴を見守るために建てられたそうです。王国の人々はバラモスに滅ぼされましたが、いつか意志を継ぐ者たちがここへ集まり、ネクロゴンド王国を復興させるでしょう。ギアガの大穴って、あのやつか。なんか、穴の上と下で夢の世界と現実とっていうやつか。もうバラモスが復活することはない。滅ぼされたネクロゴンド王国の者たちもゆっくり眠れるはずだぞ。あー、これさっきと同じこと言うよね。あのやつさ、なんか初期の方からめちゃくちゃ敵が強くてやる気なくなるんよね。さあ、とりあえずこれで、いやー、解決できたね。よかったよかった。じゃあまあその後の平和な、きっと平和になってるであろう、バラモス城も見に行きたいけど、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあまたね、次回も、ちょっとこのドットの世界を続けてね、やっていこうと思います。